さあやってまいりました、アイラブ名古屋入りでございます。私司会の名古屋でございます。よろしくお願いいたします。何、そしてアシスタントの何急に何、あれこの番組でアイラブ名古屋入り違う、あれそれともあれ名古屋入りの方、どあれどっちの方、これどっちも違うよ。あれここビースタビースタとかじゃない、ここあれ C？ これ名古屋の部屋じゃなくて、ここあれあれ今日あれどこで俺収録だっけ。いやいや収録あれどうしたの。あここって何何何の番組これ。いやこれ歌声喫茶名古屋入りラジチューブ。あ A スタの方ね。いやいや何 A スタとか B スタとか、ごめん間違えました。あそうかそうか、あ今日何、あちょっと曜日間違えちゃった、やめて。あ今日歌声喫茶名古屋入りの方ね。そうラジチューブだよ。あれアイラブ名古屋入りは違う。そこそこ、あそうだそうだ、何アイドルみたいな。ごめんこれ間違えた、アイラブスマップってちょっと懐かしいの思い出しちゃったけどごめんなさい。あ私ちょっとそのアイラブに反応しちゃって、アイラブスマップっていうあのちょっと番組がありましてね、それに見に行った記憶があって。 あなたの大好きなスマップ。大好きだった。あれスマップの、いや僕確かね、歌声喫茶名古屋入りっていうのと、うん、アイラブ名古屋入りっていうのと、うん、名古屋入りかける名古屋入り、名古屋入り名古屋入りっていうのがあるんだけど、それちょっと待って、あれ名古屋入りかける名古屋入り、スマスマじゃなくてそれ、あれスマスマなごなご略すとやだやだ、なごなごしかない、やだなんかなごなごってやだエリーなくなっちゃうこれ。あすますすますあ大変失礼いたしました。あこれ歌声の方ね。あじゃあ改めまして、はい、歌声喫茶名古屋エリーラジチューブ名古屋でございます。エリーでございます、はい、名古屋エリーでございます。なんか、大変失礼いたしました。時代がなんかでこう遡った感じ。あさあ遡りました今のアイラブ丸々聞いて。あそれ何年ぐらい前の、何年ぐらいっていう。えそれ何30じゃないや、テレビだね。テレビだったの30年前の。違う30年、嘘30年前は私はまだ小学生だから。あ俺生まれてないわ。生まれてるわ。あ生まれてたっけ。あそか生まれてんだよ。あ生まれて、あ大変失礼しました。うんどれぐらい前だろう。あでも私が見に行ってるんだから高校生だな。見に行ってるんだもん、うん、観覧見に行ってんだもん。アイラブスマップ番組観覧ってあったんだ、うん、あったでしょ。今ないでしょ。あねえ、まあバラエティでね、まあどうなのか分かんないけどさ、モノマネ王座決定戦ぐらいしかなんかえそういうのって応募して応募してね当たるもんなの。何回か見に行きましたよ。何回か。そう、まあ、そのスマップを、うん、歌を撮る歌収録のねところですごい貴重じゃん。目の前で見れるんだよ。本当にこのなんだ1メートルぐらい先でスマップが踊ってらっしゃる、うん、じゃあ何もう息遣いとかわかるじゃん。わかるどこじゃないわよ。もうすごい手伸ばしてちょっと体前にあったらもう届くんじゃないのっていうぐらい。すごいね。近いとこで見ました。双眼鏡とかいらないじゃん。いらねえ。3列目でも双眼鏡とかさ、もう佐田さんのコンサートではだいたいもう4列目でも双眼鏡とかねもうそんな近距離からもうすごいでっかい双眼鏡で見て。ピンと合うのそれ怖くない。ピンとどこに合わせてんの。多分ねそうこめかみあたり拡大で見れてんじゃないの。リアルだなこめかみだけっていうのも。そうあ懐かしいアイラブスマップあったのよ。そういうのがあるんだ。やだアイラブ名古屋とかもいいね。ちょっとアイドルチックで。アイドルチックあそう大変失礼いたしました。間違えました ねなんか懐かしかった今響きが。そうですか。そうそう、その話じゃなくてね、はい、エリさんってほら前にさ、うんうんまあ、この番組でダンスについて語ってもらった、うんうんうんはいはい、あのダンスっていうのは、うん、自分で振り付けは考えるわけ。あのシークエンスダンスに関しては振り付けはもともとあるんですね、うん、最初からあるんだ。あるんです。要は決まってるんです。まるまるワルツ、まるまるマズルカとか、まるまるルンバとか、いろいろ名前が決まってて。お掃除のルンバとか。違うわい。マンボだったらお祭りマンボみたいな。違う。え？そうじゃなくて。だから盆踊りだって決まってるでしょ。日本の盆踊り、東京音頭。炭鉱節とか、東京の。そうそうやってもう決まってるじゃない。あ決まってる、ね。型っていうか踊り。振り付け決まってるね。振り付けは決まってるじゃない。それもう昔から同じだよね。うん、それと一緒で。うんシークエンスダンスに関しては全部足型というか決まってるんですね、うん、ダンスが。あそうなんだ。踊りがなのでそれは世界共通なんですよ。あじゃ あどうも初めまして、うん、って言った人でも、うん、丸々この曲がかかったら丸々ダンスやりますって、まあ、曲はね、うん、
いろんな合う曲があるので、まあ、中にはちゃんとこれにはこれっていう、まあ、マッチしてる曲もあるけども、あのそうかそうそう、曲はほら生放送のところもあるし、なるほど、あ生放送じゃない、 生演奏のところもあるし、うんうんうん、CD とかもあるから、はいはいはい、でもその名前を言えば、うん、〇〇ワルツ、これから踊るのは〇〇ワルツですって言えば、うん、知ってる人がバーッと出てきて、あ、大きな、そんな感じなんだ、要は絵になって、うん、みんなで踊るで、〇〇森森って始まるわけね、違うよ、え、みんな大好きみたいな、かわいいよそれそうじゃなくて丸森ダンス違うじゃなくて、うん、違うくてシークエンスダンスね、シークエンスダンス、そうだ、それはねとてもね、あの世界共通なので、よく船のね旅ってあるけども、はいはいはい、船の旅の中で踊られてるのはシークエンスダンスと言われております。あ、そうなんだ、うん、それ社交ダンスとまた違うわけ、まあ、社交ダンスもあるけども、うんうん、世界共通の踊りをみんなで踊りましょうっていう、へえ、あ、じゃあ社交ダンスも、うん、もうこの曲がかかったらこれ踊りますって感じなの。社交ダンスに関してはやっぱり足型がみんなまちまちなところもあるね、まちまち、要は県によって、 あ違うの、うん、あの統一ルンバとか統一〇〇っていうのがあるので、そ県で決めたものを踊ってる方もいれば、オリジナルで、オリジナルで、うん、あ踊る方もいらっしゃるし、振り付けをつけてみたいな、あ、じゃあもうこれも世界共通っていうのはシークエンスダンス独特のものなんだ、うん、そう、もう、もう丸々ワルツ、丸々ルンバ、丸々チャチャチャとか、うん、こう名前を言えば、うんうんうん、おもちゃのチャチャチャとか言えば大丈夫できるわけね。おもちゃのチャチャチャのダンスがあったら私も踊ってみたい、チャチャ新しいな新しいチャチャね、それね、いや、そうじゃなくてチャチャね、チャチャいいからもう、あ、もういいや、うん、もうチャチャいいから、いや、ね、うん、ほら、シンガーソングライターでしょ、そうね、なごみさんはシンガーソングライターよ、ギター弾き語りをする、そう、うん、で、今まで200曲以上は作ってきてるんだけど、すごい、披露してる？ここ最近あんまりオリジナル曲作ってないなと思いまして、うん、あ、いつぞやのただいまお帰り、ね、うん、去年、まあね、あれ今年？今年、うん、やったけど、まあ、それあんま最近作ってないなと思ってさ、うん、でね、うん、だいたい曲作りをするときって、うん、僕の場合はだいたいなんかこう降ってくるのよ、こうパーンと降ってきて、ね、でその言葉を広げていくっていう作り方なんでね、なんかね、それね、アスカさんがね、うん、羨ましいって、あ、そうなんだ、うん、ヤホーニュースでやってたよ、あ、本当に、うん、あポーンって降りてくる人は羨ましいって書いてあったよ、え、アスカさんってまた違う作り方なんだじゃん、うん、あ、そっかそっか、うん、じゃあなんか分かんなかったら電話してアスカさんそんでね、何もそうじゃなくてね、大変失礼いたしました、びっくりしたよ、アスカファンの方大変申し訳ございませんでした、土下座して謝りたいと思います、ね、そうじゃなくて、で、まあ、そういうパターンもあれば、うんうんうん、逆に何かのほらイベントのテーマソングを作ってくれって、うん、言われた場合は、あ、そうか、それはテーマに沿って歌を作るわけなんだけど、そういうのもあるし、うんうんうん、でもね、ちょっと今まで作ってこなかった作り方をやろうと思ってる、え、それはタイトルを先にポーンと、何でもいいからタイトルだけポーンと考える、題名だけで、その題名を連想して、その詩を広げていく、うそ、その世界観を広げていく、そのやり方、そう、いくつかね、そんでね、もうね、箇条書きなんだけど、うん、もうそのタイトルだけ、あ、すごい、頭にポンと浮かんだものをね、ちょっとね、すごいすごい、あ、箇条書きで残しました、うん、はい、1個目、うん、振る、振る、そう、振る、振る、そう、いろんなもの、まあ、振る、あ、手に持って振るとかね、振り振り振り、そう、振る、うんうん、他には、ほうほう、百獣の王の心、百獣の王の心、どんな心やろ、うん、あとはね、そうね、だいだい色とか、だいだい色、あ、なんかちょっとなごみさんっぽいね、だいだい色、なんかこうあったかい、あったかい、暖色系のね、暖色系ね、だいだい色、いいね、あとはね、うんうん、自分の笑顔、自分の笑顔はどんな笑顔、自分だけの笑顔 とかでもいいんだけど、いい、ね、うん、まあ、そういう感じ、自分だけの笑顔、うんうんうん、あとはね、そうだな、うん、青い稲光とか、青い稲光、そう、あとはね、パセリとかもいいなと、ちょっと待って、あとはね、そうね、もうね、3つあって、あとは、ね、ちょっともういいかも、え、ちょっと待って、ちょっと待って、青い稲光からちょっと変だよ、青い稲光とかパセリとか、パセリ、あとは元気の笑顔とか、
ちょっと待って。あとはね、僕は僕だよとか。ちょっと待って。あともう一個、これいいなと思ったのが、多分バックオーライ。いや、ちょっと待って。オーライ、多分バックオーライ。オーライみたいな、ね。いや、多分つけないで。多分オーライ。いやいや、ちょっと。ん？それ。多分バックオーライだよ。ちょっと待って、それ。っていう。パクってない？え、何を？さ、パクってるでしょ。え、何の話？何の話なんだ、パクってるそれ。いや、絶対パクってる。だってね、曲のタイトルで百獣の王の心とかっていうタイトルつけないでしょ。オリジナリティ溢れてないこれ。ちょっと微妙にね、うん、似てるのがあるね、いろいろ。え、ちょっと百獣の王の何、百獣の王の心、それはちょっと待って、分かんないんだけど、青い稲光っていうのさ、うん、いやほら、百獣の王ってのはライオンじゃん。まあそのね、百獣の王、まあライオンっていうとまあ固定されちゃうから、幅広く、おかしい、ね、幅広くこう、みんながみんなの心の中にある百獣の王はいろいろといるはずだから。ライオンハートだろそれ。百獣の心、ね、ライオンハートだろ。だいだい色はオレンジね、僕は僕だよとかさ、君は君だよだよ、ね、多分バックオーライとかさ、それ多分オーライでしょおかしい、ちょっと待って、フルとかはじゃあフル。いや、フルはちょっとわかんないんだけど、フル、うん、フル？俺ね、これはね、メロディーもね、浮かんでるの。フルフルブギエラムラ騒ぎってねこれね、フルんだよ、とにかくフルんだこれちょ、ベリーベリーみたいなね最高ヒッピーハッピーシェイク、アンドゥシェイクをただ日本語にしただけやんまあまあそんな感じで、まあそういう風にも作っていくのもいいかなとちょっと思ってて。ダメ、それはダメ、それはね、ごめんなさい、うん、怒られると思う。怒られるかな。怒られる。あ、ダメ、あのね、周りくどい周りくどい、あ、そうパセリが好きだったりするのもね。いやパセリ好きだけど、サラダに入れたらめちゃめちゃ美味しいよ、うん、パセリサラダとかやってみて、美味しいからめちゃめちゃ癖になるからね。それに人参ドレッシングかけてみ、何杯でも食えるよ。どこの人？本当に美味しいから。いやちょっと。まあね。いやまあねじゃないわ。まあね、まあちょっとまあまだね、これあのおかしい内密なことだから、まだこれ放送では言えないから。言ってるわ。いやだってほらさ、いやちょっと待って。これを放送で言った時に誰かが聞いていて、うん、その人が、うん、あ、ちょっと俺橙色で曲作ってみようかなと思われたら、俺先越されんだろ。越されんだろって。だから作んないわ誰も。だからね、そう、そんなパセリとか作んないわ。青い稲光とかもちょっとこれもうほら誰かが作っちゃいそうじゃん、逆になんかそのアンサー系で作れるえ、どういうこと、アンサー系、青い稲妻のアンサーみたいな、うん、アンサー曲みたいなんじゃない。あー、なるほどね、なアンサーソングね。そあー、なるほどなるほど。それ系で、あのセロリのアンサーでパセリとかさそうね、確かにね、まあ、セロリもパセリもちょっとこう、うん、あのメインにはならないからさ、そう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 、いいんじゃない、ね、そういうなんか、あ、そうだな、うん、あ、うん、よくないわ別に。なんだっけ、あのほら、よくないな、あのん、緑 の, あの葉っぱの、緑の葉っぱ、パクチーね、パクチーとかもさ、こう育ってきたこう環境によってほら好き嫌いが否めないじゃ ん, いやいや、歌詞言っちゃってるよ、ね、歌詞言っちゃってるけど、まあ、そういう風にね、 パセリもセロリもパクチーも大好きだけどさ、ちょっとそれやめようよ。あ、そうですか、うん、失礼いたしました。じゃあ、ね、ちょっとこう考え方を改めます、うん、まあそんな感じで、うん、まあ、普段ね曲を作る、うん、作ってる人、うん、ね、で、なんかこう最近作れないようなちょっとスランプに入ってる人、うん、でもし何かの参考になるんだったら、うん、ちょっと適当にタイトルポンと言ってみて、そのタイトルから曲をつけてみるっていうのも、ね、ちょっと一個面白いかもしれない、ね、うん、面白いよね、うん、ちょっとどんなパセリってどういう歌なのかちょっと気になるね、うん、そうね、確かにね、うん、なんかありそうじゃない、フォークソングでパセリとか。パセリな、フォークソングでパセリ、フォークソングだったらなんだ、フォークソングってもやしとかさ、なんか、そう、なんかそう、だからそういう、うん、などんな内容っていうようなものを言葉で作るじゃない、曲を。だってフォークって言ったらイコール4畳半フォークと言ったらなんかこう、うん、なんだ、ちょっとこう、貧乏学生がこう下宿に泊まって、うん、その押し入れからキノコが生えてるみたいな、そんな、じゃあキノコ、どんな偏見だよそれキノコ今あるのかな、そういう、いや、今どうだろうね、でもさ、キノコとかさ、こう、うん、セロリが買えなくてパセリ買ってたとかどっちが安いのあるかもしれない
どっちがいや、パセリの方が高いかな。分かんない。分かんない。もうその話はまあいいよ。ね、そうじゃなくてね。今日のね、歌を、はいはい、うん、あ、行きましょう。2曲ね。はい。実は新曲？新曲じゃないわ。新曲じゃないわ。でも自分がいつも歌ってるフォークソングよりは新曲。ああ、本当。あ、じゃあ随分時代が流れて。そう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 。60年代、70年代から80年代になりましたみたいな感じ。すごい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 。すごいよ。そんでね、ほうほうほう、まあ、さっきからこう出てました、うん、I love 名古屋入り、名古屋入り、名古屋入り、おっしゃる通りでスマップの番組です よ、 ね、よくわかりました ね、 いやもうね、なんか一瞬頭の中でこうぐる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 回りましたよ。でさっきから出ている、うん、そのタイトルも、うんうん、そのなんだスマップさん の、 そのタイトルをこうちょっと変え て、 変えてましたよ、うんね、でしょ。というわけで、うん、スマップさんが関わる、うん、はエリさん、じゃあ問題です、はい、何でしょう。スマップが全員で出たドラマ、うん、ドラマ、うん、ドラマ、さあ何でしょう。ドラマ、はい、これね、スマップが全員で出たドラマ、ドラマっていうかね、ね、シリーズものではなくて正月ドラマスペシャル番組、だそら新春ドラマスペシャルの第1回として放送された、主演スマップ全員、ああれでしょ、知ってる、ちゃんちゃん、違う、ね、あれだよ、 あのほら、あの田村正和さんの、田村正和さんの、うん、番組なの、あれでしょ、番組っていうかあれじゃない、あの古畑任三郎、古畑さん、あー古畑任三郎、うん、違うんですね、はい今泉くん違うんですこれね、1997年1月3日に放送されたフジテレビ系列正月ドラマスペシャル番組で、スマップ全員が主演しております、うん、僕が僕であるためにという、うん、そう出ているらしい。忘れてるわな。忘れて、まあ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 、そうだよね、もうずいぶん前なんですね。1997年だと生まれてないから、俺生まれてるよ、ね、でね、このね、僕が僕であるために、これは、うん、主題歌もこのタイトル通りです。あ、尾崎豊さんの僕が僕であるために、はい、ね、というわけで、まあ、スマップの流れから、まあこうね、あ、僕が僕であるために尾崎豊さん歌うんですか、用意いたしました。そしてもう一曲、はいはい、稲垣吾郎さん、稲垣吾郎さんでさん、ドラマティックレイン、稲垣吾郎だっけ、あれ歌ってんの吾郎じゃなくて吾郎ちゃんじゃないよ。あ、違う、稲垣純一さんじゃないかい、稲垣違い、うん、あ、大変失礼いたしました。そう、ということでね、うん、この2曲、尾崎豊さんで僕が僕であるために、そして80年代、あまり僕が歌ったことがないけれども大好きな曲、稲垣潤一さんでドラマティックレイン、2曲いってみましょう。いいですね、どうぞ。心すれ違う悲しい生き様にため息漏らしていた。だけどこの目に映るこの街で僕はずっと生きて行かなければ、人を傷つけることに目を伏せるけど、優しさを口にすれば人は皆傷ついてゆく。僕が僕であるために勝ち続けなきゃならない。正しいものは何なのか、それがこの胸にわかるまで。僕は町に飲まれて少し心を許しながら、この冷たい街の風に歌い続けてる。
別れ際にもう一度君に確かめておきたいよ。こんなに愛していた誰がいけないというわけでもないけど、人は皆わがままだ。慣れ合いのように暮らしても君を傷つけてばかりさ。こんなに君を好きだけど明日さえ教えてやれないから、君が君であるために勝ち続けなきゃならない。正しいものは何なのか、それがこの胸にわかるまで。君は街に飲まれて少し心を許しながら、この冷たい街の風に歌い続けてる。僕が僕であるために勝ち続けなきゃならない。正しいものは何なのか、それがこの胸にわかるまで。僕は街に飲まれて少し心を許しながら、この冷たい街の風に歌い続けてる。佇むが都会の夜はドラマティック。車のライトがまるで危険な恋誘うよ。もしもこのまま落ちて行くなら、男と女ドラマティック。レイン、もっと強く降り注いでくれ。濡れて二人は、レイン、もっと強く求めてくれ。冷えた体で、雨の音さえ隠せぬ罪。立てて歩けば、二
二人は無口にドラマティック。レイ今は何も言わないでくれ、いつか二人は。レイ今は何も聞かないでくれ、そして二人は行き止まりまで絡める指。ましたのは尾崎豊さんで僕が僕であるために、そして稲垣潤一さんでドラマティックレイン2曲でした、うん、よかった、ありがとうございます。時代がちょっとね近くなってきたよ、ちょっと近くなってきたね現代に、ほんとですね、うん、じゃあ来週は藤山一郎さんあたり行きましてね、また戻っちゃう、戦後の名曲をどんどん戻ってね、ずいぶん戻りますけども、まあ、あのね、あのいろんな、ね、曲ありますから ね、ありがとうございます。さあさあではね、コメント紹介いたしましょう、はい、まずはラジチューブネームが宮子さんでございます、ありがとうございます。ミス虫の歌、これ前回ですね心に響きますね、タイトルから想像できないけどなごみさんの優しい歌い方にしっとり聞きました。そして花嫁、うん、大好きな歌です、容疑者に乗って、うん、さあ素敵ですという方でいただきました。宮子さんありがとうございます、ありがとうございました。まあ、またね、花嫁は何でしょうね、うん、こう爽やかな曲というかね、うん、なんか僕はねその一番最初に買ったフォークソングの CD の中にもうこれがね入ってたんだよね。でそれがね、あなんていい曲なんだろうな、うん、その当時、まあ、自分がまだ高校ここに上がらないぐらいだったんだけど、うん、その時に聴いて、うん、うわなんていい曲なんだろうなって、もうだから、うん、どの世代でも多分なんかこう愛される親しみやすさがある曲だと思う、ね、あれはなんか口ずさみたくなるもんね。そう本当にいい曲だと思う、さあそしてね、はい、続きましてパパちゃん88キロさん、あ、改名されましたね、待って、8キロ増でございます、パパちゃん88キロさんからいただきました、ちょっと待って、なごみさん、えりさん、こんにちは、はいこんにちは、こんにちは、いや初めまして笑い、私はパパちゃん88キロと申します、今週も楽しい番組ありがとうございます、今週もって初めてじゃないやんもうずっと80キロでずっと来てたのに、だいぶ増えてたな本当だな、水虫の歌知らなかった、いや笑った笑った、おね、結構、うん、そうなんだね、衝撃的だったでしょ、衝撃的だよ ね、 でもあれもね爽やかな歌だよね、夏になると思い出してくださいねこれね、若い頃に流行った花嫁は父親の立場で聞いたらまるで別の歌、泣けました。なるほど、そうか、自分の立場によっても変わるんだ ね、 変わるね、聞き方ってそうだよ ね、 そうだね、うん、じゃあそれこそさパパちゃん88キロさんさ、さだまさしさんの親父の一番長い日と聞いたら、うん、もう多分こう号泣で多分あの文字なんか打てないんじゃないかな、打てないね1週間ぐらい泣いてると思う多分、ね、うん、娘が嫁に行くのに、うん、たった一人で容疑者に乗り、うん、花嫁衣装が菊の首飾り、うん、俺が車で送ってあげるもうね、親バカというんですよね
でもなんかわかる。わかる。送ってあげるよ。その気持ちわかる。ね、なんだったらそのまんまもうそこに住んじゃいそうだよね。パパもここに住むみたいなね。本当だよね。お父さんそれだけは迷惑なんでね。本当だよね。やめてほしいけど。帰ってって言われちゃうよ。さて体重の話。仕事疲れと夏バテ気味でこれはまずいと一生懸命に食べました。うんうん、これは本当。うん、そう、ね、食べること大事ね。うんうん、大事大事。気がついたらスイカのようなお腹。やだ。これは推定で2桁の体重増。いや。怖くなって朝食昼食を抜いて体重を測ったら88キロ、うん、ご飯を抜かずに測ったらきっと大台だったそうか、何も食べないで測っても88キロだったんだテヘペロって可愛くないわ、そして可愛くないわ、そして夏バテなのかお盆休みはほとんど寝ていました。あららららあ疲れたんだね。大好きで楽しみな歌声喫茶名古屋にも聞けないくらいに寝込み、うんうん、今日からやっと動けるようになり仕事始めに間に合いました。うん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 、あ明日から神田川を聞きながら縄跳びしようかな、うちの縄跳びの、縄は雨でも気温でも溶けるから冬から始めようと、また来週も楽しみにしていますね。お二人ともお体ご自愛くださいねということでいただきました。ありがとうございます。ちょっとねちょうどもう夏の疲れが出てくる頃だし、うん、ね今ね気温がまだほらちょっと高いじゃないですか。でも風がちょっと爽やかというか、そうだね、秋の風になってきたなと思うけど、やっぱ昼間は暑いし西日もすごいし、ね、一時なんかこう太陽が隠れてずっと雨だった時ってちょっとこう気温が下がったけど、うんうんうん、でも湿度は高かったとかね。湿度高いだからちょっとねこうパパちゃん88キロさんみたいに少し体調崩さないようにう、ね、十分気をつけてもらって、うんうんうん、で急にね寒くなったからこう寒いのにまた夏のように見つめ冷たいものばっか食べてると胃がおかしくなっちゃうから ね、なるべく温かいもの、まあ、常温でもいいし夏でも冷たいものの食べ過ぎ飲み過ぎってのは良くないんだね。良くないですよ。あーそうかそうか、うん、クーラーでもともとね冷えてるっていうのもありますから なるほどね、なるべく常温のものだったりとか、まあ、氷1個ぐらいするとかね、もう冷蔵庫で冷えてるから、あ飲み物だったら氷1個にしちゃう、うん、なるほどね。食べ物もねやっぱ温かいものを食べるっていう風にして胃をとにかく丈夫にして胃が疲れないように。なるほどね。僕なあのそうめん大好きだからもう毎日そうめんも3食そうめんでもいいぐらい大好きだからさ、飽きないんだそれがまた。え具なしあのね基本的に僕はねつゆはね、うん、具は入れない。あそうなの。そう何も入れない。ネギとか生姜とか、ね、生姜も入れない。ラー油とか大葉は入れる。あうんラー油も入れないな。ラー油って美味しい。美味しい。あそうなんだ。あとごま油とか。ごま油、あでもそれだったらなんか夏のなんだろう食欲がなくなってきた時とかってなんかちょっといいかも ね、うん、ねごま油ちょっと入れてみると。ごま油いいんだ。進むよ。あ本当に、うん、あじゃあぜひぜひあのごま油 やったよみたいなね。めんつゆにごま油ちょっとこう香り付けで、ねうんうん、入れるともう癖になってね、うん、どんどんごま油入れちゃうんだけどねそうなんだ。美味しいんだね。美味しいです。あじゃあぜひぜひねやったことがない人やってみてください、ね、あとサラダそうめんみたいに、ねうん、してね。そうね、うん、食べ飽きないように。わかりました、うん、じゃあね僕もねちょっと、ま、夏バテ、うん、結構ね体が、まね、ちょっと疲れ気味であるので、ね、僕もね縄跳びダイエットは、うん、まあ秋そうだな秋の終わりぐらいからやろうかなということで。冬じゃないか、一緒じゃないか。えというあそうだねあの歌的に言うとそうだねこう秋冬っていう曲がちょうどいいぐらいの頃になったらねやろうかなというふうに思います。それを歌いながら縄跳びすればいいかな。季節の変わり目をスローモーションかってあなたの心で知るなんてこれねそうこのね裏返るところがポイントでございますね。顔そうさあさあさあそんな感じで、はい、ちょっとね話が長くなりました、はい歌声喫茶名古屋入りをね聞いてらっしゃる方ぜひですね、うん、歌を聞きたいよという方、はい、あの切り抜き動画とか今ほらいろんなのがあるんだ、うん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 、だよねこの要点だけをこう、聞きたいところっていうのをねその切り抜いたショートバージョンの、うんまあ動画っていうのをポン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 出してたりする、うん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 、切り抜き動画も当然いいんだけど、丸々全部聞きたいよという方、はい、でもその中でも歌だけ聞きたいよという人は ねぜひねあの写真が変わるんでそうそうそうそこから歌なんで、そうです。歌聞きたいなと思ったら、ぜひあのそこまでピーって人差し指を添えてですね、飛ばしていただければ、右にピーってやるとね、はいはいすぐに歌が聞けますんで、ぜひそんな聞き方もよろしいのではなかろうかというふうに思います。はい、お願いします。はい、ということでじゃあ体に気をつけて、はい、歌声喫茶名古屋リラジチューブ、また次回。またねー。はーい、失礼いたしました。はーい。